中央直接か。ここはレオーニがなんとか右で一本防ぎました。触らなければ入ってますよね、はい、吸い込まれるというボールでした。マルティネス前を向くアドバンテージ見ています。ドグラス・ビエラーキーパー触る。ナイスキーパーですね、うん、ビッグセーブでした。決定的なチャンスでしたけどね、ベルの方は、はい、抑えました杉山レキロ。こぼれ球シュート、石原のフィニッシュでした。もう一度岩上こぼれ球クリアしました。セカンドボール左足のシュート、キーパー佐藤弾きました。まあワンタッチありますけども、ねセーブしてますね、はい、ニアサイドレッドロペスヘディングシュート、一森かき出した。一森のスーパーセーブ、チームを鼓舞する一森のファインセーブ。